はい、皆さんこんにちは。講師の森田隆二です。本日はですね、合格者対談をさせていただきます。合格者のですね、高良さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。まずはですね、自己紹介の方を お願いいたします。はい、私、高良正文と言います。まあ、30歳です。で、社会人受験生で、ございました。で、レックには、2019年の7月末頃から、通学をしてまして、で2020年に、担当式試験を合格しまして、2021年に、論文式試験を合格しました。で、今は、鑑定業界に、転職しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、いろいろちょっと、お話、質問の方させていただきますけど、大学はですね、はい、経済学部だったということを聞いておりますけども、経済学はそもそも、はい、得意だったですか？そうですね、経済学は得意だと思っていたんですけども、まあ、そういう思いで鑑定士も経済学できるかなと最初は思ってました。うん、ただやっぱり森田先生にもいろいろご指摘をいただいたようにですね、結局はまあできると過信していただけで、変にできて変にやっぱり基礎的なところが抜け落ちてしまうっていう、ちょっとアンバランスな状態で、まあ受験をまあもうこう受験生活を送ったっていう、まあ、そういうスタートでした。なるほど。まあ、卒業されてからね、まあ、10年までいかないけど、結構期間もあって、ブランクもあったということで、なかなか、はい、まあ、力が発揮できなかったということもあるんですかね。はい。ただ、まあ、多くの受験生は、まあ、グラフが出てきて嫌だなとか、数式が嫌だなっていうね、受験生の方が多いんですけども、そこはどうでしたか？そうですね。そこについては、まあ、やっぱり経済学を一度、まあ、学んだということもあって、抵抗がそんなになかった感じなんです。なので、まあ、そういった意味では、まあ、アドバンテージって言えばあったのかなとは思うんですけど、逆に言えばそれぐらいですね。で、まあ、ただ、まあ、グラフが解ける、まあ、かける、数式の組み立てができる、まあ、そういったところで、まあ、なんとか経済学の問題を取り組めるっていう、まあ、そういう、まあ、基本的な流れっていうのはなんとなく分かっていて、で、それで、まあ、まあ、取り組めたのかなと思いますね。なるほどね。はい、で、高良さんはですね、いろんな資格をお持ちということで、それも、高良さんの注目するべきところの一点なんですけど、資格の数で言うと、資格検定の数で言うと何個ぐらいお持ちなんですか？32個ですね。ああ、なるほど。で、その中で、例えば、不動産鑑定試験に役立ったようなものっていうのはどういったものですか？そうですね。やっぱり、なんといっても、宅建ですね。やっぱり、不動産業界に前職は勤めていたんですけども、やっぱり不動産の、まあ、基本的な、もう、資格ということで、でそこで、まあ、行政法規の知識だったり、まあ、民法の知識だったり、まあ、そういったところも、まあ、身についたかなと。あとは、まあ、簿記2級を持っているんですけども、そこで会計学の、まあ、基本的な話っていうのはなんとなく分かっていたような形になります。なるほどね。今伺ってて、まあ、学部は経済学部で、で、宅建もお持ちでということで、で、さらに、簿記もやってるということで、まあ、教養3科目の一応下地がそこにあったのもかなりのアドバンテージであったのかなという感じなんでしょうかね。正直それはありましたね。やっぱり鑑定士の民法、経済、会計はすごく、まあ、ハイレベルな試験だとは思いますので、まあ、そういうのはあったんですが、ただ、その勉強することについて、まあ、抵抗が、まあ、ちょっと薄い感じはありましたね。なるほどね。前に試験慣れしているというのもあって、まあ、受験そのすることについても、まあ、比較的抵抗なくできたのかなと。なるほどね。で、まあ、いろんな資格をお持ちで、で、まあ、資格って、本当に多くあるわけなんですけど、その中で、なぜ不動産鑑定士を、選ばれたんですか？そうですね。不動産鑑定士は、まあ、最初は、まあ、やっぱり資格を取得するのが好きっていうのがあって、うん、で、いろいろ資格を取っていく中で、まあ、不動産の最高峰である、うん、まあ、不動産鑑定士、チャレンジしてみようかなっていう気持ちになって、うん、っていうのがありました。うん、で、実際に、まあ、タコさんとマレックさんの、うん、ガイダンスを受けて、こんなに魅力のある資格なんだと、やっぱり難しい資格っていうのは間違いないんですが、難しいからこそ価値があって、で、本当に民間でも、まあ、公務員でも、
独立でももう活躍ができると、うん、なんて素晴らしい資格なんだと思って、うん、最初はまあ興味本位だったのがいつしか、本気で合格したいと、そういうもう私は不動産鑑定士だっていう、何者かと言われたら不動産鑑定士だと言えるような、うん、人になりたいと、そういう思いでやってました。なるほどね。やっぱり難しいからこそ価値があるっていう言葉は確かにその通りで、まあ、誰でも受かる資格っていうのは誰でも取れちゃうわけですからね。そうですね。やっぱりこう価値というのはなかなかこう競争して勝った、勝つのが大変だからこそ生まれてくるものですからね。やっぱりそこがとても大切なところかなというふうに思いますね。で、まあ、レッコを、選んでくれたということなんですけども、決め手っていうのは何だったんでしょうかね。そうですね。これは本当に正直な話ですけども、やっぱり、費用が、少しお安かったので、そこでいいなと、まずは思って、ただそれだけではなくて、実際に体験の授業を受けて、うん、そこでもう本当に先生の、うん、もう本当に教え方とか、うん、教材の分かりやすさとか、うん、でここなら、まあ、勉強して合格できるのかなっていうイメージができましたし、うん、あとは結構これは特殊な話かもしれないですけど、うん、結構受験生の人たちと仲良くなって、うん、ですごい友達ができたので、うん、でこの環境であれば切磋琢磨して臨めるのかなっていう、うん、まあ、そういった個人的な話もあって、なるほどね、レックに、レックの方で申し込みをしました、うん、なるほどね。やっぱり受験する際に、まあ、友達仲間っていうのも、うん、まあ、あるといいものですよね。そうですね。勉強してるということは、まあ、いいこともあれば落ち込むこともありますからね。そこでまたこう慰め合うというか、傷を舐め合うんじゃなくて、一緒に頑張ろうっていうね、気持ちになる時にやっぱり仲間っていうのも必要ですよね。そうですね。なるほど、分かりました。で、勉強を、はい、まあ、毎日されるということだと思うんですけれども、まあ、土日と平日ってだいぶ違ってくるかと思うんですけども、ね、はい、平日の勉強のスケジュールっていうのはどんな感じだったんですか？そうですね。やっぱり社会人受験生でして、で、なかなか正直定時で帰れる会社じゃなかったので、まあ、目標としては、まあ、朝起きて、2時間ぐらい勉強して、で、夜も2時間ぐらい勉強してっていうのが理想だったんですが、まあ、それはなかなか達成できなくて、で、まあ、3時間しかできない、2時間しかできない、まあ、日によっちゃ1時間もできないかもしれないみたいな日もありました。なので、平日はそんな感じで、土日祝日で結構集中して、やってました。50時間以上は絶対やろうみたいな、あ、なるほど、そういう、気持ちではありましたね。なるほどね。社会人の、その受験生にとって大切なのは、隙間時間の活用だと思うんですけど、なんか工夫したこととかありますか？やっぱり、通勤の電車の中で、まあ、例えばモバイル鑑定評価基準を読んでみるとか、まあ、経済学だと、まあ、グラフを、まあ、何かこう写真を撮ってそれを見返すとか、そういったことはしてましたね。まあ、もちろん通勤電車限られた時間なので、まあ、だからこそ集中して、ね、この時間だけ頑張ればいいみたいな感じでも、まあ、できましたし、まあ、そういった意味ではまあ、かなり集中して取り組んだって、なるほど、うまく活用できたわけですね。やっぱりこう社会人受験生にとっては隙間時間をうまくこう使うっていうのも、大切とこういうことですよね。で、土日はでもその両日ですね、まあ、10時間超えるっていうのは非常に体力的にも辛いかと思うんですけども、ね、なんかこうストレスの解消法とかなんかそういうのってなんかあったんですか？もうやっぱり、ね、人間の生活として、まあ、ご飯を食べることと、うん、お風呂に入ることと、うん、寝ること、まあ、この3つはもう何してもいいと思ってます、ね。なるほど。で、まあ、本当にちょっといいご飯を食べたり、ちょっと長く寝たり、まあ、そういう、まあ、ストレスを解消するほことをしてましたね。なるほどね。ベースとして。なるほどね。その、食事もね、食べたいものを食べないと、本当に全部がこうね、禁欲な生活になっちゃいますから、
そういうのは好きなものを食べてということだったんですね。はい、なるほど。それでは具体的にですね、科目別なご質問させていただきますけども、はい、まず担当の方ですね、はい、行政法規の勉強法とかコツとか気をつけたこととか何かあれば教えてください。そうですね、行政法規は、本当に苦手科目でした。正直なかなか成績が伸びなくて、正直ですね、東連でも偏差値が38とかで、結構直前の東連だったんですけど、なかなか苦しい、感じでした。なので、行政法規はもう足別の問題集っていうのがあるんですけども、その問題集とあとオプションの講座で100問繰り返し解くと、でその2つの教材をとにかく6周しまして、で間違えたところを中心にもう解けるまでとにかくやっていくみたいなことを繰り返し繰り返しやってました。それでも本試験は、40問のうち23問正解で、決していい成績ではないとは思うんですけども、なんとかなったかなっていう感じ。なるほどね。でも蓋を開けてみれば、いい結果ですよね。その行政法規やりすぎて、得意科目にしても論文式試験にはそれが使えないっていうことですもんね。そうですね。だからギリギリで受かるっていうのが実は本当に賢い受かり方ですよね。そうですね。効率がいいって意味で。そうですよね。で、ちなみに宅建を持っての行政法規っていうことだったんですけども、かなりこう使えるところっていうのはあったんですか？そうですね、やっぱり、市街化区域とか市街化調整区域とか、そういう本当に不動産のベースの話っていうのは、ずっと宅建で学んでいたので分かったんですけども、やっぱり建築基準法とかが改正になったりとか、やっぱり毎年どこかの法律が改正になっていくと、で宅建を取ったのが2015年なので、なるほど、だいぶ経っちゃってるという、そうですね、その時学んだ知識を使えないこともありましたので、力仕切り直しのつもりで、勉強は、一応してました。なるほどね。ちなみに結構その行政法規の知識が鑑定士になった後生きるっていう話を聞いたりもしますけども、ね、実際その実務に疲れてどうですか？そうですね、実際今実務で、あの時もっと勉強すればよかったって思いますね。なるほど。やっぱり、当たり前ですけど、建物が、合法的に建てられないといけないんで、そういった、予備知識としては、もう行政法規絶対にもう必要な知識だと思います。だからちょっと、今も勉強しながらやってる形ですね。なるほどね。担当式試験でありながらも、合格後にも使える、それが行政法規であるということですね。では、同じく担当、それから、論文の方にも関わってきますけど、本当不動産鑑定試験において最重要科目なんですけども、鑑定理論の、勉強ですね、担当論文合わせて教えていただけますか？そうですね。まず担当につきましては、成績としては最初はやっぱり38ぐらいしか偏差値取れなかったんですけども、こればっかりは絶対取らないと、いけないんで、とにかく頑張って80% ぐらいの合格得点はできるようになったんですね。で、大体できるようになったんですけども、ただやっぱり河原先生に、話をしたときに、やっぱ高野君8割できてるって言っても2割できてないよということで、その2割の問題を持ってきなさいということで、その2割の問題、解けなかった問題を集めて河原先生に全部聞いたんですね。で、やっぱりその2割の問題が結構大事だったりして、本試験で、まさしくその私が苦手な2割の問題がいっぱい出てきた。なるほど。ですね。で、本当にその時はうわっと思ったんですけども、やっぱり河原先生にすごい熱量で教えていただいたので、その時のことを思い出して、もうその選択肢が分かってですね、なんとか切り抜けることができるっていう形ですね。だから担当の鑑定理論については、
まあ、ある程度やっていくと得点ができるようになっていくとは思うんですけど、ただ、それで慢心せずに、やっぱり間違えたところをちゃんと分かるように、リックの先生に聞く、それが私の中では大事なことでした。勉強法としては、じゃあ、暗記することは大切なんだけど、ただ単に丸暗記、理屈も分からずにするというのではなく、そうやっでぱすりね。こう理解を踏まえてということそうになるんですでかすね。それね。はありましたね。で、やっぱりその担当といっても、その後、もういずれ論文式試験があるので、基準とか留意事項とかは、担当の段階からなるべくちゃんと言えるように、ちゃんと理解して語れるようにっていう意識ではおりました。なので、そういうのも、ベースとしては作られたかなと。なるほどね。で、担当論文と、鑑定理論はあるわけなんですけど、担当合格したからって言って、いきなり論文式試験で書けるっていうわけじゃないじゃないですか。そうですね。どう、こう、そこを乗り越えていかれたんですか？そこに関しましては、河野先生の方で、論文のブリッジ講座というのがあってですね、担当から論文への、橋渡しをするような、本当に論文では、こういう問題がこういうふうに出るよみたいな、担当で出やすいところと論文で出やすいところって、ちょっと違ったりとかなるしまほど。すんで、そういう、講座があって、で、その中でまた論文で取り組めるっていう、そういう、レックでのプログラムがありました。なるほど。よく基準留意事項は暗記だっていうそうこですとをね。聞きますけども、その丸暗記、さっきのちょっとお話と被りますけども、丸暗記すればいいのか、それともやっぱり理解に踏まえて暗記しないと受かんないのか、そのそうです合ね。格をされた、宝さんから、か、あの、すると、どのようにこう考えますか？やっぱり理解だと思いますね。特に担当だと理解が問われてると思うんですね。丸暗記ではなくて、やっぱり理解して、その選択肢がちゃんと切れるとか、そういうのがありました。論文でも、本当は、ちゃんと基準の言葉を全部、アウトプットできるようにしないといけないんですけど、やっぱり、緊張で忘れるかもしれそなりゃいそうでとすよね。なると、理解をしないと、そこで、滴らずの答案すらもちょっとなかなか書きにくいと思うんですなるほね。どね。で、ちょっと8割のパワーになっちゃうけど、なんとか書き切るっていうことが、できる人はやっぱり理解だと思うので、やっぱり理解は絶対大事だったかなるなほとど思います。ね。理想は丸暗記してることを吐き出せることかもしれないですけど、本試験という緊張してる場でそうですは、ね。それが、例えば、ど忘れっていう形で書けないっていうことがあり得ると。ありで、えまそのす。時に理解していれば、その理解をもとに、ちょっと表現が違うけど、本質的に近いことを書けるっていうことでそうすですよね。そう思ね。います、私なも。るほどね。実際、本試験で、普段の答練だったら書けたのに、ちょっとど忘れちゃったっていうのはあったんですか？そうですね。正直、多くありましたね。ああ。これなんだっけって。だってもう、やっぱりペンを止めるわけにはいかないので、とにかく、書きながら、頭で忘れていても手が覚えてることってあるんですね。なので、そのどっちかで何とか覚えてないかなってやってみて、それでも覚えてなかったら、もうちょっと自分の文章になっなちるゃうんほですどけども、ね。理解をベースに書いていくと。でも、結局、そういった形で、完璧な答案って、やっぱり皆さん書けそれはないそうとで思うんすですよ、よ正直。ね。なかなか試験慣れしてる人じゃないと難しいので、そういう意味では、みんな同じだという ことで、で、その中で、点数をちゃんと耐えるように、本当失敗、大きく失敗しないように気をつけようみたいな、そういう気持ちはありましたね。なるほどね。で、暗記の重要性、今、お話してくださいましたけど、暗記するときに、先ほど手が覚えてるっていう話がありましたけども、どう暗記されるんですか？ブツブツ言ったりだとか、いっぱい書いたりだとか、いろんな暗記の仕方があるかと思いまそうすでけすども。ね。もう私は全部試したって形ああ、で、なるほど。で、暗記って言っても、例えばこうやって言ってみるとか、ええ、ええ、ええ。書いてみるとか、例えば録音して聞いてみるとか、で、先生の講義を
見てみるとか、いろいろあって、私は、まあ、結構弱点ノートというか、ははははは苦手だなと思うところをなんとなくこうまとめてたんですけども、ちょっと表にして覚えるとか、なるほど、本当にいろいろあると思うんですよ。で、人によってそれが得意不得意もあって、で物事によって、まあ、得意不得意というか、その、だったら書いて覚えられるな、聞いても全然覚えられるなとか、全部試す。なるほどね。全部試していって、本当に分からなかったら先生に聞く。先生に聞いても分からなかったら、まあ、ちょっと諦めムードみたいな、そこは諦めムードみたいな感じあるかもしれないですけど、なるほどね。とにかく、もう手を変え、品を変えみたいな。やっぱりいろいろ試すということなんですね。トライ&エラーでした。なるほど。で、どうしてもちょっと覚えにくいところは、ノート作って、で、自分で表を作ったりってことだったんですけども、特にこう、ノートつ、別途、その、教材に加えて、特に作るってことはありましたか？全科目通してなんですけども。そうですね。本当に、経済学以外は、もう自分なりのまとめノートを作ってました。なるほど。結局、最後はですね、表形式で覚えると、結構、分かりやすいと思うんですね。そうでしょうね。どの科目も共通して言えることなんですけども、大体なんか、会計学とかだと、その話が飛んでしまったんですけど、なんか2つの説の対立っていうことが多いと思うんですよ。ゼロ評価説、構成価値の違いってなると、共通点はこれで、相違点はこれで、メリットはこれ、デメリットはこれ、で、我が国はどちらを採用しているかみたいな、そういう形で、こう、表にすると見えてくるものでしょうね。共通点だったら1個覚えれば、こっちも自動的に出てくるとか、相違点だったらこっち覚えれば、こっちは反対なんだとか。すごい暗記の量も減りましたし、整理にもなりましたし、なるほどね。そういうのはやってました。まあ、会計でも、まあ、鑑定理論の方でも、基準って、やっぱり言葉でベタってくるから、はい、それをひたすらこう暗唱するというよりも、ちょっと覚えにくいなって思うところは取り出して、対比させながら、はいっていうことなんですね。そうですね。なるほどね。いろいろやっぱ試す必要があるということですね。ありがとうございます。では、教養3科目ですね。まず、順番通り民法からじゃあ教えてください。はい、民法につきましては、とにかく、豊川先生を信じているんですけど、高架系民法を A ランク、A ランク、大体100何個かあるんですけども、それをとにかく繰り返し覚えると。でそれで、まあ、出てこなかった問題は、まあ、条文があるんですけども、本試験中、その条文を当てはめて、まあ、解くことで、なんとかなる問題が多いのかなという、まあ、そういった割り切りをもうしてしまって、とにかくやってました。なるほど。で高良さんはその、まあ、宅建もお持ちということですから、まあ、民法もその宅建でね、権利関係ということでご存知ですけど、その権利関係は知ってるけど、何がこう、鑑定試験の民法で苦しみましたか？素人じゃないわけですよね。そうですね。まあ、全く、そうですね。やっぱり宅建でやったことが、あったんですけども、いや、決定的に違うのは書き方ですね。こんなに形式面が大事なのかと思いましたね。すごく、やっぱ司法試験とかも、そういう民法の試験もそうだと思うんですけども、本当に順序があって、もう起承転結というのが、そういう順序で、まあ、形式をちゃんと覚えて、で、まあ、その中で、まあ、ちゃんと論証の内容を濃くしていくというステップを踏む。まあ、そういった、まあ、独特な、やり方っていうところで、まあ、宅建と大きく違うなと思って、なるほどね。ここはもう一から、勉強したいと思います。なるほどね。その型を身につける、要はその型に、こう、その問題を当てはめていくってことだと思うんですけど、どういうふうにトレーニングしていきましたか？トレーニングのその主戦場はやっぱり当練になりますか？それともプラスなんかこういろいろありますか？当練の、まあ、予習復習ですね。とにかく当練の予習復習と総ざらいテキストとか、まあ、そういった場でやってました。まあ、基本的には効果形で覚えたり、なんとなくこう、
まあ、東レに復習した形で手で覚えてることとかもあるんです、形式によって。そういうのをどん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 総ざらいとか、いろんなものでアウトプットを繰り返して、で最後はもう答案構成で、答案構成をしっかり組み立てられるかどうかっていう訓練をしたり、なるほどね、そういったですね、あと問題文だけを見て、まあ、論証がさっと言えるかみたいな。書いてる時間が最後はないんで。ですよね。とにかく、もう数をこなす。なってなると、もう問題だけをまとめたものを作って、それをひたすら、頭の中で解けるかってやってました。なるほどね。その、当連みたいに実際に書いた方がいいかもしれないけど、全部やってたら時間がなくなっちゃうわけですよね。だからそこを、こう、まあ、当連では本番さながらの意識で、取り組むわけだけど、それ以外の時は、答案構成をしてみたりだとか、全部書いたら時間なくなっちゃうからっていう、そういった工夫をされてっていうことですね。してましたね。なるほど。わかりました。で、じゃあ次は、経済学はどうでしょう？経済学は、まあ、これは、グラフが書けるのか、それとも、数式がちゃんと組み立てられるのか、あるいはどちらもしないといけないのか、まあ、大体こういうパターンかなと思って、まあ、乱暴な意見かもしれないんですけども、論証を覚えるとか、そういう科目ではないのかなと正直思っていて、で、他の科目と違って、なんか基準とか、なんかそういう、ものがあんまりないと思うんですね。経済学者それぞれが、まあ、こう、いろんな言葉を、こう、自分なりの言葉では言ってると思うんですけど、もう本当に絶対この言葉じゃないといけないっていうのはないと思うんで、まあ、グラフを正確に書けて、それを、ちゃんと説明ができるのかな。で、数式がちゃんと組み立てられて、それがちゃんと説明できるのかなというトレーニング。項掛けとか、総ざらいとか、当連とかで出てきた問題は、全部もうグラフが書けるかな、数式が組み立てられるかな、そういうチェックをつけて。なるほどね。じゃあ、経済学ではもうほぼ暗記っていうのをせずに、理解をひたすら、グラフを書けるかどうかっていう。じゃあなんかこう、まあ問題かなんか、当連とかの問題、項掛けの問題を見て、文章を書くというよりも、グラフを書けるかな。そしてそのグラフを、例えば、書くと時間がもったいないから、説明できるかなっていうのを頭で、やってたっていうことなんですね。やってました。で、あとは、これ本試験中の話になるんですけど、私はですね、まあ、結構、まあ、やっぱり最初の科目って言いますか、最初の日の2科目目っていうのがあって、ね、結構序盤で結構2科目かけるんで、やっぱり緊張するんですよ。そうでしょうね。で、分野の A、B のなんかゲーム理論の問題やったんですけども、A と B を反対に書いてしまって、で、最後15分前に気づいて修正したっていうことがあったんですけども、まあ、やっぱりそれが、振り返ってまあできたのは、まあ、一回、まあ、冷静になるというか、経済学は結構問題にヒントが書かれているので、おっしゃる通りですね。で、一見難しいものに見えても、まあ、結局はもう問題をこう読めば、なんか見えてくる。なんか問いにも、実質利子率と、なんか変動の話の比較とか、そういうこともあったと思うんですけど、それも問題文よく見たら、まあ、キーワードが書いてあって、この違いを言えばいいんだとか、そういう、なんて言うんでしょう、経済学ならではのことかもしれないですけど、本当に落ち着く。一回、バーってやってみても、まあ、見直して、もちろん間違えた答案のように書き直したりするんですけども、本当に明らかな間違いを見つけたら、まあ、ちゃんと書き直す。取り組みがありましたね。で、ちょっと民法のところで言い忘れたんですけど、民法は一番最初の科目っていうことが緊張するので、そうでしょうね。なので、まあ、民法、経済学については、逆に緊張をどれだけ、まあ、するのは仕方ないんですけど、リカバリーができるか、どれだけ、
落ち着いて取り組めるとか、まあ、初め良ければ全てよしということとは違いますけど、最初良ければ、後の科目もなんとなく乗ってくるんじゃないかな、そんな意識で。そうですよね。やっぱり初日をしっかりとこうやってで弾みをつけたいですからね。そうですね。そう思うとやっぱりその初日の緊張っていうのは半端なくなってくるわけですよね。本当に緊張しました。なるほどね。でも先ほど経済学のご指摘なんですけど、やっぱり最近は結構経済学も長文化してきてるんですけど、なぜ長文になるのかって言うと、やっぱりそこにヒントを込めてるっていうのがあるんで、やっぱり長文からの読み取りっていう、でそれってやっぱり鑑定士になられて、鑑定士っていうのも膨大な情報の中から読み取るってことだと思うんですけど、まずはやっぱり大切だなっていうそのところっていうのは、思いますか？思います。うん、結構、やっぱり不動産って奥が深いなと思うんですよね。本当になんかいろんな背景で、この不動産が売られたり、買われたり、貸されたり、借りたり。で、もう本当いろんな事情があって、とか、まあ、それがもう、鑑定理論だと一般的、地域要因、国籍要因とかいろいろあるんですけども、まあ、そういった流れを、まあ、知るっていう上では、まあ、いろんな情報量を処理しないといけない。経済学も、まあ、いろんな情報を処理しないといけない。そういう意味では共通していますし、あと、まあ、ちょっと、まあ、それかもしれないですけど、まあ、経済学で学んだことって、結構、社会に出て、まあ、こんなの、基準空論じゃないみたいな、いう方もいると思うんですけども、実際結構、まあ、コロナとかウクライナとかいろんな話もありまして、結構鑑定評価についても大きな影響を受けるんですね。経済がわからないとその影響がどういうふうに波及していくのかもわからないんで、非常に大事な科目です。なるほどね。まあおっしゃる通りで、まあやっぱり不動産を鑑定評価する際に。おそらく、まあ、利子率とか金利っていうのは必要だと思うんですけど、その金利っていうのは経済をで決まるわけですから、やっぱりそこをないがしろにしていい鑑定評価ができるのかって言ったらできないっていうことですよね。それは本当に秘密通過してます。なるほど。わかりました。で、それでは暗記科目と言われる会計学なんですけど、いかがでしょうか。そうですね。会計学につきましては、まあ、まずは、会計基準があるので、まあ、そこはもう鑑定評価基準のように、まあ、ちゃんと、まあ、一軸、まあ、ちゃんと言えることが理想ということで、まあ、そこはもうひたすら覚えるようにやってました。重要用語問題集、重要用語集っていう、なんか145ぐらいの、40項目ぐらいの、そういった定義書があるんですけども、まあ、それをとにかくとにかく繰り返しやって、定義を覚えるようにしてました。で、定義っていうのは、まあ、小坂先生も結構おっしゃってるかもしれないですけど、なんか自己紹介のようなもので、そこを最初に書くその文章が崩れちゃうと、まあ、後からこう何書いても、いや定義間違ってんじゃねえかみたいな、そういう悪印象を与えてしまうような気がしてですね。そこは本当に気をつけました。逆に定義さえ何とか書けたら、まあ、あとは、まあ、何かと何かの対比が多いと思うんで、で、その、まあ、何とか説、何とか説で、まあ、共通点、相違点、メリット、デメリット、で、我が国はどちらを参考にしていて、で、例外としてはどういうものがあって、っていう、まあ、そういったポイントを抑えて、で、本当に、なんか本試験中も、そういう表を思い浮かべて、それを、まあ、答案に書くみたいな、まあ、そういったやり方をしました。なるほどね。やっぱり採点者の側からすると、やっぱり定義すらできてないっていう風になっちゃいますし、やっぱり鑑定、試験っていうのは、その、やっぱり暗記が得意な方が、多い試験なんですよね。鑑定評価基準を覚えてるということで。だから会計学の定義も本当に皆さんしっかりと覚えてくるんで、しっかりと覚えてないと、やっぱり差が出てくるということで、やっぱり覚える必要があるということですよね。で、なんかこう、楽しく覚えるコツみたいなんてなんかあったりしますか？まあ、例えば語呂だとかなんかいろいろ、高田さんは、試してるっていう噂は聞いたことあるんですけども、ね、はい、なんかこうありますか？ありますね。
結構やっぱり、勉強、やっぱり普通に苦しいですね。普通になんかわけわかんなくて苦しいんですけども、ただそれを、例えば、弱点のノートを自分なりに作るときに、もう本当になんか面白おかしく、自分だけのノートなんで、なんかちょっとキャラクターを入れて、なんか喋らせてみたりとなるほか、ど。で、語呂合わせを作って、とにかく印象付けたりとか、で、そういったのもありましたし、あとは、とにかく人と戦ってみる。なるほど。いろんな、受験生の人と、仲良くなってですね。で、やっぱり、付き合いが長くなると、鑑定理論についてはこの人が強い。統計学についてはこの人が強い。英語についてはこの人がすごいなとか、やっぱり得意な人と戦うことで、得意な人はどういう発想で勉強しなてるるほかもど。わかりますし、そういったことで、暗記勝負なんですけど、この定義をちゃんと言えるかなみたいな、そういうひたすらやっていくような。なるほど。で、なんで覚えられるのって聞いたら、こういうふうに覚えられるよっていう会話なんかもあるので、そういう、なんていうんでしょう、人との、バトルみたいな、そういう、アウトプットを通して覚えていくとか、そういうことをしてました。やっぱり受験生の友達の方も結構しっかりとそうです一ね。言一句覚えてる感じだったんですか？そうなんです。すごい、完璧に言える受験生の方もいらっしゃって、やっぱり会計学にもともと強い方もいらっしゃるので、いろんな、証券会社とか、いろんな会社で働いてる方もいらっしゃ会るの計士の人で、もいたりだとそうかです、ね。会計士の人とか、そういった会計に、強い人に、教わるというか、そういうこともしましたね。ありがとうございます。で、さっき流れで聞くべきだったんですけど、演習ですね。忘れてしまったんですけど、演習の方はどうでしょ練習はですね、私は、担当を終わったときに、一番最初に手をつけたのが演習で、で、これは河原先生からいろいろ、アドバイスをいただいたんですけども、演習は結構手を動かして、身につける、ことが多い。電卓を叩いたり見たりとか、この資料のここの部分を使って、数字を作るとか、そういう、手を動かすとか、漢字のことも多かったんですね。そういったこともあって、1週間、もうとにかく演習しかやらないウィークを作って、ひたすらいろんな、類型の演習をやっていくと。で、レックの教材は結構、演習の、問題が、だいぶ、絞られて、過去は、この、何年度の問題がいいよっていう、彼先生が指定をしていただくんで、それをひたすらやってましたね。バーってやっていくと、最初はやっぱり時間が足りない。2時間で本当に終わるのかっていう。でも、2回、3回、4回繰り返すと、2時間以内に収まってくる。で、時間が収まってくると、あとは正確性をプラスすると。ただですね、楽しくなってくるんですね。楽し数く字なっが合うとて、ね。私も的中トーレンで、1番になったことがあったりしたんですけども、ただ、ある程度、7割、8割行くと、それ以上の、9割、10割までは、なかなか難しい科目なんで、ある程度のところまで行くと、もうメンテナンスをするような、方に切り替えて、他の科目に注力するような、そういった形をとってました。で、あと、演習については、本試験で言いますと、本試験を結構難しくて、今回 DCF 法っていう、問題で結構難しかったと私は感じているんですけども、で、演習で結構一番になったこともあるんですが、でもこれは難しいぞと、問題を見た瞬間思いまして、で、もう点数を拾う、勝ちに行くというかは、守りに入ると。とにかく、もう最後まで、勝ちにこだわると、逆に途中でつまずいて、倒れてしまうかもしれないんで、とりあえず、本当に点をバンバンバンって、本当に、なんて言うんでしょう、表を、ちょっと加工して写したら、点が取れるみたいな、そういう、
特に取りやすいところがあるんですよ。取りやすいところ、取りにくいところがあって、 DCF4 は特にその傾向はあると思うんですけど、そういったところをやってましたね。なるほどね。毎週はでも最後の科目なんで、どうしてもモチベーションとしては、まあ、今までの科目、プラス、まあ、演習でバーンと点数を稼いで、一気に合格に向かうぞっていう、まあ、発想もあったんですけども、やっぱ近年の難しさを、まあ、結構知ってるんで、どちらかというと、まあ、さ、もうそれまでの科目で、まあ、そこそこ点を積み上げていって、練習で、まあ、大きな失敗をしないように、まあ、守りに入って、それでなんとか総合得点で、合格点を超えようっていう、そういう作戦にしたので、まあ、そういった意味では、まあ、結構特別な科目ですね、私にとっては。なるほどね。で、先ほどね、まあ、演習の勉強で、まあ、繰り返し同じ問題を解くということだったんですけども、よくまあ、受験生の方の意見で、同じ問題ばっかりやってると数字覚えちゃいますみたいなこと言われたりするんですけど、数字とか覚えちゃっても何度も繰り返す意味というのは合格者の方からするとおありなんですか？非常にあったと思いますね。まあ、確かに数字を覚えてしまうんで、まあ、正直、まあ、早く解けるのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前になっちゃうんですけども、まあ、でもそれはまあ本当練習なんで、まあ、そこを細かくこだわる必要ないと思ってまして、で、やり方が分かれば、本当に、できると思うんですよ。数字が変わっていてもですね、できると思うんで、で、そういった、まあ、数字が変わった時にどうするのっていうのは、むしろ、答練とか、模試とかで試すなるほどっね。ていう、まあ、形になるのかなと思いますね。なるほどね。まあ、数字が変わっても、それは、所詮は、類題だっていうことで、その繰り返しやってると、型ができて、フローが分かって、類題だからできちゃうという、そういう流れになるんですかね。そういうのもあります。で、あとはですね、数字も、なんとなく、慣れてくるとですね、まあ、この類型で、この規模だったら、まあ、これぐらいの数字になるんじゃないかなとか、なんか感覚があるんですね。まあ、直接還元法だと、まあ、経費は大体これぐらいのパーセンテージでつくんじゃないかなとか、で、思ってたのと違ってたら、まあ、例えば月額を年額と勘違いするとか、まあ、そういうミスをしてるかもしれないとか、まあ、そういう、なんて言うんでしょう、数字に対する嗅覚みたいなものも繰り返しやれば、なるほど分かってね。くると思うんで、なんか、違和感を大事にしてほしいんですよ。何かおかしいぞ、このなんとか。なんか簡単すぎるな。でも、これは何か裏があるはずだとか、まあ、逆もあるかもしれないですけど、まあ、そういうところで、なんて言うんでしょう、もうとにかく慣れっていうか、手を動かして、なる資ほ料をど。見ながら、こうやっていってっていう、問題の資料を見ながらやっていくっていうことをやってましたね。本試験でも、答練でもそうなんですけど、思ってた数字って、1回で出るものでは結構ないってことですか？そうですね。まあ、一発で、まあ、出ることはあるんですけど、やっぱり、複雑に、まあ、絡み合っている。なんか単純にこれとこれをかければ出るというかは、まあ、これとこれとこれもかけないといけないとか、まあ、そういう罠が結構あるんですね。難しくしようと思えば、いくらでも難しくできるとなるほど思ね。いますんで、で、まあ、ただやっぱり考え方のベースがしっかりしていれば、まあ、そう間違いに気づきやすくなるし、まあ、そういう、もうとにかく経験を積む、まあ、本試験以外はいくら失敗してもいいんで、とにかく失敗を恐れない。もうとにかく経験して、あらゆる失敗をもう先にしておく。そうすれば本番で失敗をしにくくなると。そういう思いは、特に演習では特に強かったかなと思いますね。なるほどね。じゃあやっぱり答練、それから公開模試、それを非常に重要視する、そうでまあ、すそこを大ね。切に大本切。番のつもりで受けるということが大切ということですよやってね。ました。なるほど、わかりました。で、高良さんのその合格の結果なんですけども、経済学の点数がやたら高いですね。87点。この勝因は何でしょうか？どういったところに自分がその経済学の勉強気をつけてきたから良かっただとか、なんかあれば教えてください。そうですね。まあ、とにかくでも、経済学については、もう劣
く、もともと森田先生の、講義と、教材ですね。あ、そうですか。それをもう、すべて、信じてですね。なるほど。森田隆二を信じろと。心中しろと。はい。そんな感じでわかりました。もう、総ざらいとか、模試とか、当連に出てきたところはもう全部わかるようにしよう。で、いうのと、まあ、効果系も、まあ、ある程度はわかるようにしよう。で、グラフと、計算式は、まあ、ちゃんと組み立てられるようにしようと。で、グラフも、意外となんか、こう書いてみると、まあ、こんなの簡単じゃねえかと思って書いてみたら、あれ、難しいなっていうのがよくあるんですね。なんか、ここの、まあ、本当に、こうというか、頂点の、この線が通るんですとか、そういういろんな気づきがあって、とにかく手を動かして書いてみたり、グラフは。計算式も結構、なんか、最初の式が何とか組み立てられてますけども、その後、あれっていうことがあるんですね。結構計算をミスってしまうと。計算ミスのパターンもだんだん自分の癖が分かってくるので、それに対応しやすくなるとか、そういうこともあってですね。まあ、なんて言うんでしょう。とにかく、アウトプットですかね。もう本当にグラフ数式組み立てられるかで、とにかく、教材を絞って、とにかく繰り返す。とにかくやっていくということかなと思います。あと、そうですね。経済学については、まあ、結構答えがはっきりしてる。グラフと、数式って、まあ、揺るぎないものだと思うんですね。他の、ことだと結構いろんな答案が組み入れられたりするんですけども、まあ、そういった意味では実写学習しやすい。人と戦うっていうのも、まあ、経済学でもできるんですけども、自分でこう全然戦える。自分の中で全然戦って、勝った負けたがあるんで、そういった意味ではもうメリハリが、もうはっきりしてる感覚かなと思いますね。なるほど、わかりました。で、ね、質問会に毎回来てくれて、本当に高田さんは、はい、ね、で、私の質問会に来た人は必ず来た人の中から一人以上は受かってるっていう、それを、今回も途切れずに、なりましたんで、私としても非常に、そういった意味で、ほっとしてるというか、これ、高田君がね、結果が出なかったら、それが使えなくなっちゃうんで、セールストークとして、本当に受かってくれて。本当に大事だと思います。先生に質問すると、やっぱりそれだけですね、やっぱり質問したことって、結構印象に残るんですよ。その時は分からなかったとしても、そこで分かったら、逆に忘れないです。本当試験中に、あ、これ先生が言ってたところだったな、そういうのが結構あったんで、今回の本試験でもそれは思ったんですけども、やっぱり質問した分だけ、まあ、強くなれるというか、教えてチューターとかもいいんですけども、まあ、実際に、まあ、中学生ならではかもしれないですけど、先生にも質問しに行くっていうことも、私は大事なことだと思っておりました。そうですよね。まあ、さっきから、高田さんは、アウトプット、要はグラフを実際書くだとか、数式実際書く、アウトプットが大切っていうふうに言われてて、本当その通りなんですけど、私、質問も一つのアウトプットですよね。自分の疑問点を外に出すっていうのは一つのアウトプットなんで、で、そのアウトプットを通してまたこう、講師の方からあるから、そのやりとりでこうね、頭に入っていくっていう、やっぱアウトプットがキーワードなのかもしれないですね。質問ができるというのも、逆に言えば分からないことを分かっているというか。ああ、そうですよね。疑問点が明らかになってる。最初にやった時って、なんか何が分からないのかも分からない。本当になんか何をどうしていいのかが分からない。で、ただそれを、まあ、講義を見るとかいろんなことをしていく中で、だんだんこう、自分はこれは分かるけど、これが分からないなっていう、なんか分かる範囲と分からない範囲が、見えてくる。なんかね、分かると分けるは同じ語源だみたいな話もありますけど、なんかそういう感じで、なんか分からないことを、
分かるようになったので、だから質問ができると。で、だからその質問ができる時点で、まあ、結構、学んできたんだな、みたいな、なんかのんきなことは思っていたんですけども、まあ、本当に、そういうのは大事だったかなと思います。なるほど、ありがとうございます。で、勉強時間ですね、教えていただきたいんですけども、はい、まず担当から教えてもらえますか。そうですね、まあ、担当は、まあ、どれぐらいかといったら、まあ、そうですね、鑑定理論と行政法規それぞれ、まあ、まあ、300時間から400時間ぐらい。300ずつ、結構やったと思うんですよ。なるほど。けども、鑑定理論は、論文式試験も見据えてやってたんで、結構頑張ってやってたかなと。行政法規は単に苦手だったんで。なるほど。苦手だから時間かかっちゃったっていう。多くやっちゃったかなって思いますね。なるほど。で、論文の方はどうですか？論文は、まあでもこれも、教養も大体400時間ぐらいやってたかな。で、鑑定理論は、まあ、どれぐらいかな。まあ、1000時間ぐらいはやってたのかもしれないですね。もうちょっとやってたかもしれないですけど。なるほど。結構受験生の中には、その時間管理、なんかこう、ストップウォッチを使ったりだとかっていう話を聞いたことあるんですけど、ね、高野さんはどうだったんですか？私は、まあ、ストップウォッチではないんですけど、ざっくり計算しました。結構勉強時間、まあ、これ本当に人によるので、全然あれなんですけど、私はその時間管理もちょっと苦手で、ざっくりもう計算してました。まあ、大体2時間ぐらい勉強したかなっていう時を見ながら思って、で、集中できた時と集中できなかった時ってあるんですけど、それはそうですよね。私集中できなかった時も、もう勉強時間にカウントして、集中できないなりに、まあ、なんか集中できない時って、こう、書いたりとか、まあ、言ったりとかってなかなか、こう、疲れてできないんですけど、聞いたりとか、見たりとか、あー、なるほど。受信をする感じの、情報を受信する感じのことは、まあ、なんとなくできるんで。なるほどね。集中できないなりの勉強をしてます。そっかそっか。じゃあ集中力に合わせて、今集中力落ちてきてるからこういう勉強しとこうだとか、ね、集中力今あるから、じゃあ集中力発揮できる仕事、勉強しようっていうことを実践されたということなんですね。なるほどね。それで一応そのざっくりとしてはいたけど、例えば2時間やったなら2時間やったっていうふうに記録して、大体こうトータルで時間を把握されてたってことですけど、それってどうですか？そのやってみてよかったなってことになりますか？それとも、別に時間カウントしなくてもっていう感じですか？どうでしょう？やってみては良かったと思います。っていうのは、やっぱり、こう自分が、まあ、何時間先週勉強したから、今週も何時間やろうみたいな、過去できたことってまたできるはずだっていうのがあると思うので、そういった形で、まあ、逆に先週ができなかったら今週できるし、今週できてないから土日頑張ろうとか、なんかそういうなんか勉強の、なんていうんでしょう、リズムっていうか、こう、いろいろ、まあ、なんていうでしょう、選手を参考に今週頑張ります、ね、なるほどね。では活用してました。まあ、もちろん本質は、時間じゃなくて、どれだけ、まあ、理解したかとか、どれだけ、その、教材を自分のものにしたかとか、だから、本当に少ない勉強時間で買ってる人もいると思うんですけど、本当にそこは、だから時間にとらわれすぎてもいけない。時間だけが全てではないっていうのは理解しつつ、かなり見やすいな。なるほどね。っていう、そういう活用です。そうですよね。まあ、勉強の中身、その質っていうのがとても大切なのはわかりますけど、なかなか質を数字化できないですからね。そうです。やっぱり数字化っていうのは、時間が手っ取り早いから、まあ、目安として情報をストックしておくと。で、やっぱりこう、自分は400時間もうすでに勉強してんだからっていう、そのモチベーションにもつながってきますし、それから先週やってないんだったら今週頑張らなきゃっていう、その改善点にもつながるっていう、まあ結構メリットが相当多いっていうことですね。そうですね。あと、まあ質の話で言いますと、まあ結局最後は質がないとダメなんだと思うんですね。で、その質を、やっぱり時間だったら管理しやすいから、最初は時間でやるんですけど、最後は質も管理してました。なるほどね。もう、私はですね、例えばその工科系とか、民法で言ったら工科系、まあ、経済学とかで言ったら、まあ、総ざらいとか、その目次のページをコピーして、で、そうすると、まあ、なんとなくこう、まあ、その科目で、まあ、
こうやらないといけないことって、まあ、目次に全部現れてるんですね。で、それを見ながら、あ、これはできるぞ、できないぞ、みたいなチェックをつけていく。なるほどね。で、これは 100% 理解してる、これは 50% かもしれない、みたいな。で、要はできないところをピックアップすれば、まあ、それを繰り返せば、またできるようになっていく。なるほど。そういう形で、質がどん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 、こう、わかるようになっていくという、そういったこともしました。なるほどね。目次を使って、それで自分を、点数化、自分の理解を点数化してるっていうことなんですね。なるほどね。やっぱり最終的には量も必要だけど質も伴ってないと、まあ、量と質双方を、まあ、しっかりと、保ってっていうことなんですね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。では、これからのですね、進路についてですね、教えてください。私はですね、今年、鑑定会社に、就職、まあ、転職をしまして、しばらくはですね、本当に鑑定業の道を、まあ、実務修習を、終えて、まあ、どん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 、進んでいこうと思っています。で、あとはですね、これはまだわからないんですけども、まあ、鑑定業界、この鑑定士の知名度がなかなか、低いなって正直思っていて、で、その鑑定士の素晴らしさを伝えるようなことが、まあ、何かしらの形で、できるような、そんな鑑定士になりたいなと思います。これはちょっと漠然としているんですけども、まあ、本当に未来のために、頑張りたいなと思っています。ありがとうございます。それでは最後になりますけども、受験生の方にですね、向けてメッセージお願いいたします。そうですね。まあ結構この試験は、まあ受験生の友達が、いっぱいいて思うんですけども、本当に私と同じような、私30歳なんですけども、この年代の方も多いし、まあ本当に若い人も、もっと上の人も多いと思うんですけども、皆さん本当にいろんな思いを抱えて臨まれていると思います。本当に、まあ、ご家庭の事情とか、まあ、お仕事が、まあ、しんどくてとか、まあ、本当になんかいろんな経験があって、この試験に臨んでいるということで、でただ、まあ、そういった思いがあっても、なかなかやっぱり難しい試験だと思うんで、ちょっとスランプに陥るっていうこともあると思うんですね。なかなかこう、まあ、勉強の成果って、なんかこう、徐々にこう上がっていくっていうよりかは、なんかいきなり、成績が上がって、いきなり合格するみたいなケースが多いと思うので、だから諦めないことって結構大事なことだと思います。で、本当になんか皆さんいろんなご事情があって、不安な中、まあ、コロナとか、まあ、いろんなことがあって、不安な中で戦ってると思うんですけども、私が、まあまあ、そんな大層なことは言えないんですけども、このペン、ボールペン1本で確実に未来を変えられると。このボールペン1本で、もう、今までのこう人生、もっともっとこれからの人生をもう花開かせるような、まあ、本当にそういうことができるということは、私は感じておりますので、本当に、諦めずに、トライしていただけたらと思っております。なるほどね。鑑定士は無限の魅力がある。そうですね。そして、勉強はやっぱり我慢の期間が結構長い。その我慢の期間をくじけずに、諦めずにチャレンジし続けると。そうですね。そこがポイントだということですよね。そこがポイントだと思います。なるほど。今日は長い時間ありがとうございました。ためになる話いっぱいで助かりました。ありがとうございます。それでは、本日のですね、合格者対談以上とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。